僕の名前はハリー、ごく普通の男の子さ。そして隣にいるのは僕の親友の二川松尾。こいつはとってもクレイジーなんだ。僕たちのクラスになんとヒーローが転校してきたんだ。彼の名前はデスクトップマン。昨日も僕たちに襲いかかってきたやつを一発でやっつけちゃったんだから、本当にすごいな。ねえ、二川松尾。ああ、そうだな。あいつ最高だぜ。ありがとう、みんな。もしまた奴らが来たら、すぐに私が片付けてやろう。今度私を武器にするのやめてよ。本当にまったく。うるさいぞ、この武器め。なんでしてあんた、変なヘルメットかぶってなんだっての。なんだと、この私の悪口を言ったぞ。ああ、ロッテンマイヤー、てめえ昨日言ったこと覚えてるか？デスクトップマンの悪口を言ったらてめえ。なんだったかしら、よく覚えてないわ。みんなやっちまえ、こいつをぶっ殺せ。ちょっとやめて。デスクトップマンの悪口を言うのはやめなさい。ブシッタイ、だったらあんたたちも、私をいじめないで。ブシッ、ブシッ、ブシッ。てめえの顔いつも持ってたけどさ、くたばりやがれ。痛いわ、この野郎。みんな下がっていろ。よし、デスクトップライフル。だから戦うときにそれ使えばいいでしょ。ふふふふふ、うね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 。今日のターゲットはお前だ。え、なんか言った。ブシッ、うわっ、やめろ。へっへっへっへ、人間はうまかったぜ。さてと、次の獲物を探しに行くとするか。こっちに大量の人間の反応がある。俺様が食い尽くしてやるぜ。ん？俺のデスクトップレーダーに何か反応した。何かってなんだよ。敵だ！敵が現れたぞ！人間がいっぱいいるぞ！こりゃボリューム満点だぜ！お前は、さては、地球を支配しに来た宇宙人か！その通りだ！お前はデスクトップマンだな！昨日はよくもシャンプーを倒してくれた。だが俺はあいつのようにはいかんぞ！どうするの、デスクトップマン！俺に任せろ！ん？このところにいい武器が。ブシュッ、ちょっとやめなさいよ。神がお前を使えと私に命じているのだ。神なんて羊に食わしときゃいいでしょ。殺してやる、くらい。ブシャブシャブシャ。やめて、旦那、何すんの。こいつは人間を餌にしているのか。おのれ、ロッテンマイヤーシールドがあるから大丈夫だ。ブシュッ、ブシュッ。なんだこりゃ、まずい、まずくて食えたもんじゃない。なんでしてやんだ。今はロッテンマイヤーミサイル。ちょっとやめなさい。ブシュッ、ブシュッ。くー、おのれ、デスクトップマン。ブシュッ。ありがとう、君たちの声援のおかげで私は勝つことができた。いやいや、俺らでいいんですよ。しかし毎回迫力満点だぜ。ヒーローの戦いが間近で見られるんだから。ああ、我々のしょぼい攻撃とは比べ物にならんな。これからも俺たちを守ってくれよ、デスクトップマン。ああ、もちろんさ。とっとと他の学校に転校してくれないかしら、あのヘルメット男。